か遠野くんの方が落ち着いてるなってちょっと驚いてました。いや、うちはもともと厳しい家だったからこういうのに慣れているだけです。それより先輩、話がしたかったって何ですか？はい、朝のお礼をまだしていなかったので電車で迷惑をかけてしまったでしょう。だからそのお詫びとしてこうしてお世話をしてあげたいなって思ってたんです。お世話って、なんか日本語の使い方間違ってるよ先輩。あれ、そうですか。礼を尽くしておもてなしをすることをお世話をすると言うんじゃないんですか？言わない。間違いではないと思うけど、ちょっと正しくないというか。そうでしたか。ごめんなさい、にわか知識でおかしなことを言ってしまって。やっぱり心の伴わない作法はいけませんね。心伴っていましたよ。正直に言うと嬉しかったです。作法はまず心からとも言うし、もてなす側の気持ちが本物なら些細な間違いなんて笑い飛ばせる話だと思います。先輩？くん、やっぱり似合いすぎてます。私より年下なのに落ち着いていて生意気です。すみません、なんだか偉そうな言い分でしたね今の。はい、あんまりに生意気なんで不覚にも感動しちゃいました。年下の男の子にしてやられるのってなんだか気恥ずかしいですね。私、がぜん遠野くんのことが知りたくなっちゃいました。何でもいいですから、話してくれると嬉しいです。いいですけど、俺の話なんかしてもつまらないですよ、先輩。中学2年生ということは14歳の頃の遠野くんですか。その頃の遠野くんも見てみたかったです。Thank you.
あの、今に行く前にちょっと他の部屋を見て回っていいですか？なんていうか、懐かしくて。まあ、覚えていらっしゃるのですね。ですが、申し訳ありません。秋葉様がご当主になられてから、遊戯室や図書室、サロンといった大部屋は施錠されております。長男であらせられる四季様であっても、秋葉様の許可なく使用することはできません。ああ、そうなんだ。それは残念。やっぱりそう自由には使わせてもらえないですよね。いいえ、ご挨拶がお済みになればすぐにお許しいただけますよ、きっと。あ、でも鍵のかかっている部屋に入るときは、私どもに一言かけていただけると助かります。塔の庭は外だけでなく、うちのセキュリティも厳しいので、許可されていない部屋に入ってしまった場合、身の安全は保証できません。保証できないってまた大げさな。嫌でも飛んでくるんですか？いいえ、矢より恐ろしい規則に厳しい当主様の雷が。お帰りなさい、四季様。どうぞ今日からよろしくお願いします。
ち？そう、うるさいのもいないし気楽にね。弓塚さんは？私はもう済ませちゃった。それでちょっとおかずが余っちゃったんだけど、これからお昼ならサイドメニューとしてどうかな。それはありがたい。パンだけじゃ味気ないし、ありがたくごちそうになります。そうだよね。パンだけって寂しいよね。はい、これ唐揚げとアサリの佃煮。ごちそうさま、美味しかった。次に機会があれば、次はこっちがお返しさせていただきます。いいよ、今日はたまたまだから。それより、そうそう、富山先生の話聞いた？富山の話って、昨日のやつか。不幸にあったとか、そういう噂の。あのね、あれ、間違いなんだって。何でも自動車事故に巻き込まれて足を骨折したから入院することになったらしいよ。そうか、それは良かった。あ、いや、良くないな。足を怪我して入院ってことは歩けないってことだもんな。富山からしたらふざけるなって怒られそうだ。あ、そうだよね。私ったら何喜んでるんだろう。ごめんなさい、考えが足りませんでした。気にしないで。俺も弓塚さんと同じだったし。けど、それじゃあしばらく担任不在か。いなければいないで寂しいもんだな。うん、早く治して戻ってきてほしいよね。弓塚さん、もうすぐ5限目だよ。え？あ、うん、知ってる。あと1分、1分でチャイムだよね。ああ、みんなチャイムが鳴ってから席に戻るだろうから、まだ余裕はあるけど。いや、どうかな。私的には余裕はないんだけど、でも乾くんがいない今がチャンスというか、ですね。これ余ってるから遠野くん使うかな。あ、ありがとう。でもいいの？ポイントは溜まってるから。いや、友達がピンチでアルバイトに応募したら店長さんにカードいっぱいもらっちゃって、気が向いたら食べに来てね、夕方7時とかそういう時間に。ところで弓塚のことだけど、お前あいつに気があるとか付き合う気とかあんの？
なんで今そんな話を。いや、今朝もアプローチされてたでしょ君。ちょいと気になってな。弓塚一応クラスのアイドル扱いだろ。万が一にもお前さんに脈があるなら止めておこうと思ってな。はあ、なんだそりゃ。俺が弓塚さんをどう思っていようとお前には関係ないだろ。そりゃねえけどよ、どっちも不幸になる組み合わせとか見てらんねえって思っただけ。弓塚はああ見えてなんつうか、まあいいや、確かに俺が口を挟むことじゃねえ。でどうなんだよ、あいつと付き合う気あんの？あんだけモーションかけられてたら普通は即彼女確定だろう。それは難しいと思うけど。ほう、弓塚タイプじゃないのか？そうじゃなくて、断っておくと俺弓塚さんタイプだからな。お前が粉かけようものなら全力で止めるぐらい。パパかてめえは。じゃあなんで距離取ってんだよ。いや、それがなんていうか、弓塚さんを見てるとなんでか悲しくなるんだ俺。そりゃひで、脈なしとかありとかそれ以前の話だったか。先生、もしかして迷子ですか？やだもう、そんな頼りなさそうに見えた？ただの気分転換、ちょっとした息抜きよ。だってここの職員室、めっちゃアットホームでさ。短い時間ですが、我々のことは家族と思ってくださいとか言われたら目が点になるでしょ。新任初日で歓迎会に誘われるとか、心の準備ができてないっていうか、みんなニコニコ笑顔って逆に怖くない？はあ、まあ確かに。
でしょ。高校の教師とか半端に大人ぶった子供の相手で疲れ切ってるんだろうなーなんて甘く見てた。めっちゃタフでポジティブ、それとスマイリー。私も笑顔には自信があるけど、先生方にはちょっと負けるな。でもまあ、いつまでも抜け出しちゃいられないわよね。関連して職員室にもドロッと。それにしても迷子ですかって何？ここ学校なのに、おっかしい。それとも、それって日本人のナンパの定型だったりする？いえ、そんなことは。分かってる分かってる、困らせただけさ。じゃあまたね、四季くん。素敵な気遣いありがとう。知ってたな。ノエル先生。そもそもあいつの部屋どこだよって話だしな。東館の奥の方かな。
おや、一日ぶりだね、四季君。一晩経って、遠野に戻ってきた実感は出てきたかい？こんばんは。佐伯豪人さんでしたよね。佐伯だけでいい。名前というものは認めるに値する人間にしか口にされたくないものだからね。少し驚きました。こんな時間に来訪ですか？こんな時間？なあ、消灯前だったか。牧久氏が残した悪い伝統の一つだな。零時を迎える前に屋敷の火を落とし、住民に眠りを強要する。彼は夜を嫌悪していた。いや、正確には夜に起きること。ここは洋館としての作りも土地が持つ歴史も素晴らしいものだが、この決まりだけはいただけない。遠野家の当主は夜から目を背けるなぞ。それが何か。夜通し騒ぐよりははるかにマシな規則ですけど。勘に触ったかね。結構少しは立場をわきまえているようだ。感動された身であっても父親の名誉を守る。牧久氏はいい息子を持ったな。こんな時間に来訪するのは非常識ではと聞いているんですが。非常識ではない。遅めの仕事を終えて自分の家に帰ってくる、これはごく自然な日常では。失礼、少々気の早い返答だった。私はよそ者だ。宿泊用に部屋を与えられているが、立場的には賓客だ。今はまだ。今夜は部屋に資料を取りに来ただけだよ、四季君。仕事を終えてというのは嘘でね。宗谷の都市開発はこれからだ。まだ片付けなくてはいけない案件が山ほどある。今夜は根津の番というやつさ。私が牧久氏を非難したのはこういうことだ。現代のビジネスに昼も夜もない。夜になれば朝を待つだけなんて身の毛もよだつ方針だ。いつまでも前時代の気分で会社を回されては、これを引き継ぐ迷惑する。
やあ、おはよう、アキア。おはようございます、兄さん。挨拶に覇気が見られませんが、昨夜はきちんと眠れましたか？今にも倒れそうな顔をしていますが。あいにくこれが自顔だよ。朝から覇気に満ちた挨拶とか、俺に期待しないでくれ。おはようございます、シキさん。朝食でしたら食堂でお出しいたしますので、いつでもお声掛けくださいね。ありがとうございます。でも、アキハはもう済ませたのか？見たところ食後のお茶みたいだけど。当然です。兄さんがどんな時間に起床しようと構いませんが、せめて朝食ぐらいは余裕を持って済ませてください。7時を過ぎて朝食を取るなんて、たるんでいる証拠です。ふん、そういう秋葉は何時に起きるんだよ。5時には起床しますけど、何か？すみません、参りました。参りましたとは何に対してですか？いや、何でも。にしてもそんな早くに起きてどうするんだ。遅刻対策か。あのですね、よほどのトラブルがない限り時間に遅れるなんてことはありません。兄さんの学校はここから徒歩で30分ほどなんでしょ？そう遠くない場所なんですから、遅刻なんかしないでくださいね。恥ずかしいですから。はいはい、成績はともかく、遅刻はしないよう心がけるよ。夜更かしも。欠席だったのかな。
思い出したんだけど、秋葉は今も朝女の生徒なんだよな。はい、朝神女学院は中学校から大学までのエスカレーターですから。あそこは全寮制だろ。どうしてここから通っているのかなって。朝神のおじさまとお父さまは懇意の間柄でしたから、多少のわがままは聞いていただけます。事情があるのなら自宅からの登校も許可すると。いや、俺が聞きたいのはそういうことじゃなくて、秋葉は親父が亡くなるまで寮の方で生活してたんだろ。なんで今になってうちから通ってるんだよ。車で1時間近くかかるんじゃないか。それは。四季様、秋葉様は以前から週の半分をお屋敷でお過ごしになられていました。ですので学園に通うのはそう特別なことではありません。そうだったのか。けど何だってそんなことに。お父様のたっての願いでしたから、週の半分はこちらで過ごすことにしていたんです。そっか。でも親父はもういないんだ。秋葉も無理することないんじゃないか。ただでさえ忙しいのに往復2時間もかけるなんて馬鹿らしい。その分寄宿舎で友達と過ごした方が楽しいだろう。ええ、そうできたら苦労はしません。ですが私には責任がありますから、昨日のようなことがある限り当分は屋敷から学校に通います。昨日のようなこと。何でもありません。自覚がないのでしたら結構です。それより兄さん、随分と朝神女学院について詳しいようですが、興味でもおありでしたの？男性にはあまり縁のない世界のはずですが。うん、そりゃちょっとは知ってるよ。だって秋葉の通ってる学校なんだから。は？お前が中学生になった時、恵子さんに聞いたんだよ。朝神女学院に入学したって。だから少しは。今はネットのおかげで調べるのも簡単だし、さすがに現地には行ってないけど。そうでしたか。失礼しました。私はてっきり。琥珀さんのことだけど。はい。琥珀がどうかしましたか。ああ、いい人だなって。さっき玄関で怒られたよ。朝ごはんを抜いたら大きくなれませんよって。確かに琥珀らしいですね。それはあっちの家にいた頃もさ、そんな風に叱られたことなんてなかったから驚いた。おかげで
これから朝飯を抜くことはできなさそうだ。そうですね。兄さんはただでさえ貧血気味なんですから、朝食を抜くなんてもってのほかです。俺は約束したからな。なんだそりゃ、失礼ってどっちに対して言ってんだアホ。
とにかくまずは落ち着こう。マジかよ。本当に貸し切ってる。そういえば学校、有彦にメールしとくか。いやいや、それこそ救急車案件でしょ。失礼します。